こんばんは。今日の蕎麦解説ラストいきましょうか。19時9分ですね。レジサポ転換をした、これすいません、ドル円の15分なんですけども、ここでレジサポを転換してですね、ここのゾーン、今黄色く書いてるのがゾーンですからね、ここからレジサポ転換して上昇の方で推移するというね、そういう風な予測も立ったわけなんですけども、こっちの方に現在もう一回レジサポ転換してここを突き破りました。ここを突き破ったらやっぱり売りだよっていう風なことを言ってたと思いますけども、まさにそうなったわけですよね。ここでもう遠慮なく売りにかけていけるわけですよ。もう一個1時間を見てみましょうか。1時間でも同じようなことが言えるんですけども、109円の075で、レジサポ転換の赤いラインを引いてましたけども、これですよ、これね、これが109円の075です。現在が109円の054ぐらいで、やっぱりレジサポ転換して、ここ。これですね。大きな陽線を出し、陰線を出して、そして今ね、陽線は出ているんですけども、移動平均線が下の方に向かいました。黄色く書いてるのがこれ、ちょっと見えにくいというのはすいません。移動平均線の100日なんですけども、これも下の方にグッと向いてますよね。これから全ての移動平均線が下の方に行くという形を成してますんで、まあ、売りに入ることができると思います。まあ、正確に言うとですね、109円の075を割った時点、もしくは先ほどの、もう一回出しますね。15分足で見ると、こちらのゾーンありますよね。ここ。この、価格帯、109円の085を割った時点で、売りで構わなかったんですけども、ちょっと入れなかった方はね、109円の075で売りに入ってもよかったんじゃないかなということで、ちょっと2点3点して、レジサポ転換しちゃったなとここで思ったんですけどもね、まさにこれ見たら、ただここでもう一回下にね、こう振り抜けてくれたんで、こう突き抜けてくれたんで、ここからは売りの勢力に変わるというふうに考えて、まあ今日は特別に酔い腰のポジション持ちましょうか。それでは以上です。明日楽しみですね。